迷子になっちゃったんですか。なりましたね2時間半ぐらい、でも今日は2時間半ぐらいだけど、今日はってどういう意味ですか。Hey guys and girls, it's Cathy Cat! Today we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask people who are not from Tokyo what their opinions are on the capital of Japan, Tokyo. So, let's find out what they have to say and go and ask Japanese. あなたにとっての東京は何でしょう？どういった街でしょう？こちら出身ですか？茨城。ライブによく来るんで、好きなアーティストさんのライブによく来てました。あとは休みの日にわざわざ東京に。そうですねここから何時間ぐらい離れてるんですか。2時間ぐらいですかね。おじゃあわざわざ朝早く起きて2時間とって、はい、おで東京に。もう未開の土地ですね本当来たことないので、はい、自分ずっと仕事しててもう休みの日も茨城は出ない感じだったんで、なかなか来れない感じで。そうですね。東京はじゃあの茨城と比べるとどういったところが違うんでしょう。お店の数も違うし、人も全然違うしって感じですね。おしゃれなお姉さんが多いのとかおしゃれな人がいっぱいいるし、店員さんもなんかみんな髪の毛自由だし、いいなとは思います。やっぱ茨城はそこまで自由ができない。そうですね、できないですね。憧れですか。ちょっと憧れてます髪変えたいです人が多いのと、あと結構若い子が結構多いですね。やっぱり結構茨城の方は結構やっぱりおじいちゃんおばあちゃんが多かったりするんで。あ、じゃあ、はい、あと地方行くとじいちゃんおばあちゃんが多いんですか。そうですね。東京の魅力ってはどういったところだと思いますか。魅力、なんかすぐライブとかお店があって、物事用事も全部ここでできるみたいな。田舎だったらもう車で行くとか20分かけて行かないといけないんで、そういう面がいいなとか魅力がありますね。初めて東京に来てびっくりしたこととか何かありますか。東京駅その出る場所が多くて、それがまずびっくりしましたね。で出る場所1箇所間違えるだけで随分遠くに出ちゃうんで、それが結構びっくりしましたかね。迷子になっちゃったんですか。なりましたね何分ぐらいですかね。でもそれでも20分ぐらいずっとさまよってましたかね。たまたま別な仕事の面接っていうか、その会場で東京に降りたんですけども、別な出口の方に出ちゃって、え、どこってなって、そこからずっと駅の中20分ぐらいさまよって遅刻したことがあります。怒られたんですか。怒られはしなかったですけど、まあ先方に連絡はしまして、すいませんちょっと駅の中で迷子になりましたと正直言いましたその答えは、ああ、よくありますみたいなありますか。よくありますって、じゃあ待ってますんでお気をつけてっていうことで、はい、まずはどちら出身ですか。神奈川です。神奈川です。はい、あなたにとっての東京はどういった街でしょうか。神奈川は結構近い方ですかね、東京真ん中から。どれぐらい、私たちの住んでるとこ1時間かからないぐらいのところにいます。よく東京来ますか。来ます。お、来ます。大体来るときには何しますか。あのジャニオタなんで写真買いに来てオタクして遊んでます。結構ジャニーズのグッズ売ってるとことかもあったの、いらなくなったグッズ売ってそれを他の人が買い取ってるような感じのお店とかが多くて、ジャニオタは多分東京結構います。じゃあ今日なんか売りに来ましたってことですか。あ、今日写真買いに行ってきました。写真ほら、お、すごい写真が出ました。もしかして原宿駅の近くに結構今女性たちが並んで、そこなんですか。その列です。その列で並んで買ってきました。朝何時から並んでたんですか。9時半から並んで、さっき買い終わりました2時間半ぐらい、でも今日は2時間半ぐらいだけど、今日はってどういう意味ですか。すごい時は結構列がすごくて、多分本当に長い人は多分4時間とかいる人も多分いますね。前は休みの時になんかとあのお昼ご飯そこ通ってたんですけど、11時頃にもチケットがないみたいな話聞いてたんで、チケットがないってことはもう入れないんですか。そうです。混んでる時はそうチケット整理券ないから入れない人がいたり。すごいですね。11時からもない、人気がすごいですね。ジャニーズは人気すごいです。そういうイベント、そういう写真を買うのは神奈川にもありますか。東京と、あ、このジャニーズショップは東京と大阪と かな、あとどこだっけ。東京初めて来た時は何歳からですか。小学生です。小学生ぐらいの時。学校で、それとも家族と。家族で来ました。家族と。初めて東京に来た時にはなんか
どうだったんですか、初めての東京。あの109行って買い物したかな、多分初めて来た時。どうだったんですか、なんかびっくりしました、人の多さとか。でもテレビでよく見てたからどんぐらい人いるか分かってたけど、でも小学生だったから全部が大きく見えて。あー確かにびっくりしたかな。なんか東京でびっくりしたこととかなんかありますか、人の多さとか洗礼とか。外人が多い、外国人の人が多いから結構あの英語で喋りかけられて道聞かれること多いです。なんか道路とかでなんかマリオカートみたいなのがなんかよく外国人の人が走ってるから、あ東京来てそういうことするんだなって思って。割と日本人がそれ乗ってる見たことありますか。なんかえ外国人の人が多いよね、うんうん、確かに私も日本人見たことないかも。地元と比べるとこっちの方がどうなんですかね。人は多いよね、でも、ね、やっぱり東京はいろんな人がいると思うかな。もっとグローバルな感じです。最寄り歩いててもあんま外国人は少ないかなって感じ、うん、東京はやっぱ多いかな。なんかライブよく行くって言ってたので、茨城のライブの雰囲気と東京のライブの雰囲気変わったりとかしてますか。なんか盛り上げが違いますね。地元だとやっぱちょっとシーンっていう時もあるんですけど、都内に来るとみんなわーってなってるんで、なんか自分も騒いでても目立たないし楽しいなっていうのはあります。おテンション上げ上げって感じ。上げ上げです。東京に住みたいと思いますか。自分あんまり人がごちゃごちゃしてるのは得意じゃないんで、茨城ちょうどいい感じです。じゃあ茨城に住んでたまに東京。そうですね、はい、私もそうですね。あんまり人多いとちょっとめまいしそうで迷子にもなっちゃいそうなので、やっぱり茨城から遊びに来る程度でいいかなっていう面はありますね。東京に住みたいと思ったことありますか。まあ、来れる距離だから今もあんまそんな遠くないから今の場所でいいかなと思います。あそのメリットは何ですか。メリット、え神奈川に住んでるですか。まあ、東京が近いのもそうだし、結構都会ではないけど来れる距離なところは全然神奈川に住んでてもいいかなと思います。東京家賃が高いってことですかね。都内は高そう。すべての質問でした。ありがとうございました。So, people who are actually not from Tokyo have these opinions about their capital. How is that for you? What is your capital like? Is it fun? Is it cool? Is it a bit too crowded? Or what? Is it a good or a bad place? Let us know in the comments down below. Also, check out each other's comments and start a conversation. Always love seeing those. And you guys keep chatting with each other and stuff. Also, if you enjoyed this video, please don't forget to subscribe if you're new. And there's also a related video down here that you might want to click if you feel like staying on YouTube and keeping on watching. I hope I catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Don't forget, push that like button, and I catch you soon on Ask Japanese. Bye!